MLB、パドレス4、2ドジャース、日本時間25日、ロサンゼルス。ドジャースは24日、日本時間25日、パドレス戦2にマイナス4で敗れた。9回に2点差に詰め寄り、さらに無視1、2塁の場面で逃げるロハス内野手の放ったサンゴロがまさかの、5、4、3、のトリプルプレーとなって幕切れ。ドグンの実況席は、はあ、と失望のため息に包まれた。 動画、大谷翔平は悔しさ爆発。場内にあふれる土星とため息。ああ、大ーが。一の四で迎えた9回に三連打で一点を返して二四とし、さらに無視一二塁としたがロハスの強烈な三ゴロは、五四三のトリプルプレーに。ネクストバッターサークルにいた大谷翔平投手に打席は回らずに終わった。まさかの幕切れに地元放送局、スポーツネットロサンゼルス。 実況のジョー・デイビス氏は、三塁に痛烈な当たり。マチャドがベースを踏んで、内野を1周、トリプルプレーで試合終了だ、と絶叫、さらに、ありえない、信じられない、ナ・リーグ西地区は2ゲーム差に縮まった、と続けた。しばらくして、なんということでしょうか、と言葉を絞り出し、試合終了となるトリプルプレーです、と吐き捨てた。 解説を務めた元米ソフトボール代表、アテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサ氏もありえないことですね。虫1、2塁でショ大谷オタニが控えていました。はあ、と深いため息を吐いて落胆した。デイビス氏は最も受け入れがたい終わり方の一つです、とぽつり。この日の敗戦で首位のドジャースは2位パドレスに2ゲーム差まで詰め寄られた。